去年も一度行いましたけれども片町地区の飲食店関係者を対象にした PCR の一斉検査を行いたいと思ってます今日開かれた臨時記者会見山野市長は先月末から片町地区の接待を伴う飲食店での感染が拡大していることを受け対応について説明しました 検査の対象は、片町地区のスナックやバー、およそ800店舗に勤める従業員などで、片町近くの特設会場で無料で検査を実施します。対象の店には、今日中に案内を発送し、明日には手元に届く予定です。早い段階で陽性者を確認することによって、その店舗に対して早い段階で待望をすることによって拡散 を抑えることができると思っていますまた検査を受ける人のうち接種券をまだ受け取っていない市民には検査の際に申請をすれば接種券が優先的に送られます一斉 PCR 検査はあさってから今月20日まで行われます